いやこれでもガチでそのアドミン情報偽装だとしたらちょっともう動画じゃないですか。じゃあ動画化か。動画化予約、ま、さか予約予約投稿します。インポスターね、多いですけどね。よいしょ、よしよ。ピンク、白ピンク見せるかな。どこも行きたくねえ。白ピンク見せる、青。いけねえかな。他にいるか。あ、白黒水色。やばい、アルスさんがインポスターだったらやばい。キャラコン。あれ。はい。はい。はい。セキュリティのカメラの前でカメラが直前まで光ってたのを何人か多分分かると思ってて、はい、アドミン情報を見てキルが発生したっぽいので行きました、うん、それはアルトさんが多分証明してくれます。あー走ってましたね先端。あー O2 前にセキュリティになってました。多分その人がやったんです。あ同じ動きしました今。え高田さん、いやちょっと間違っておっしゃったと思いました。もう犯人が分かったのかと思った。早い早いちょっと透明ハーソルが。え、これ誰に入れたの？左上の普通ショボスケさんのハーソルが。伝説生まれちゃう。大丈夫です。ショボスケさんは真っ白です、今回は。今回マジで僕白いです。アドミングに。私、怪しい地いるんですけども、エレクトリカル一人でいるんで浮いてます。人死んでるかなと思って見に行って。アドミンにいた人は絶対無理です。アドミンにいたのが高田さん、僕、オラフさん。タサコもいました。タサコさん、はい。うんお通りしました。オラフ君はできない。いやアルトさんはどこ行ったんですか。あとは最後ウェポンですね。アルトさんは無理っす。アルトさん無理っす。あじゃあ5人無理じゃないですかこの段階でも。浮いてんのは誰。魚は怪しいと思う。エレクトリカルだから浮いてる。魚さんとかはどの辺。俺しょってアッパーエンジンからリアクター行ってでリアクター戻ってアッパーエンジンからメトベイ入ってカフェテリア最初に。カフェテリアの左の方右の方、うん、左の方左の 左の方。ボタン押そうかなと思ってた。坂田さんかな。坂田さんかサントスさんぐらいしかないんじゃないですか。そうですね。その先端さんのセルフはあるのかって言ったらない気がする。あないと思う。じゃあ一回セキュリティ2の時に1人いた人って言いますか。2人で2人いたと思うんですよ。あじゃあもう先端さんじゃないです。私15秒前くらい見たとき、アドミン見たときはセキュリティにエレクトリカルにストレージにだったんですよね。あれ手堅く2人ともローラーしちゃったら絶対一郎釣れるじゃないですか。絶対釣れます。あ、いいですよ。あれ、オラフ君、セキュリティ2のときエレクトリカルの情報とかないですか。エレクトリカルは1あったような気分もするんですけどね。あんまり正確に覚えてないです。あ、俺なんだ。オッケーです。相良さんでしょ。いやー。発言考察やめた方がいいかな。初手から洗うの黒くすぎない。初手の話するの坂田さん最終位置言えばいいのにって思わない。はいはい、あさあ魚さん最終値だけ言えばいいのに初手から言うのなんかめっちゃ黒く思ったけどな。小鳥歴全部言いましたからね、うん、一応最終値だけ言えばいいのに。あ全然すっきりしたいっていう意味で投票してもらうのは全然 OK なのでお任せします皆さん。
7人盤面一郎だったらさすがにいけると思うけど、ここで白白釣るってことはないと思うんですよね。いやすがに、サンタさん釣るってことですか？あ、私一応容疑者だから押してご判断いただいた方がいいかなと思って、私は一応浮き位置にいて15秒前にセキュリティにエレクトリカルにストレージ2からエレクトリカル1になったので気になって見に行ったっていうところで、最後ザツキンさんは、ザツキンさんは O2 直してます。一応行けなくはないかなとは思うんですけど、僕がアドミンからセキュリティ行く時間があるから。いや、その、ああ、そっか、そういうことか。僕行ってる途中になったから、絶対セキュリティ死んでんなと思ったから、たどり着けは。でも、O2 結構早くなりませんでした？ O2 になっちゃった。早かったです、早かったです。めっちゃ早かった。ああ、じゃあ、で、オラフさんがアドミン直してるの見てて、あ、はい、僕が直しました。で、残りね、14秒とか13秒で直ったんで、結構早かったですね。なんででなり終わってからちょっとしてから先端さんのアラートが鳴ったので、多分ザチキンさんがある走る時間はないのかなって僕は思うんですけど、だいぶ前に殺してカフェ上ぐらいで鳴らしてたら、まあ、間に合う。いや、僕スキルする瞬間見てるんで、はいはいはい、見て速攻向かって途中で鳴ってって感じです。そうですね、ストレージあたりになったはずだとしたら、走る時間的にザチキンさんがオーツを直したというんであれば無理なんじゃないかなって思います。早めに直ったでしょ、しかも複数人の証言で、はい、じゃあ、そうですね、そこにいたんで直したとしか言いようがないです。僕もオーツ入る前でもうオーツは直ってたんで、だいぶ早かったっす。あら、おお、なるほど、分かれましたね。一応警戒する感じでいいんじゃないですか。サントさんは近づかない、サントさんにも近づかない。窒息死しちゃうかも。ラッキーアイテムは酸素ボンベ。1234567891、はい、1234567891、はい。いや、まあ優秀だね、一発で直すってのは非常に。誰だっけ、ごめんなさい、ちょっと1個だけ言いたいことがあって、はい、僕もアドミンショボスケさんと見てたじゃないですか、さっきの、はい、見てました。ドニッさんがキルされた時に、で僕も同じくセキュリティ見てて、セキュリティが2になって1になるのを確認して走ってたんですよ。で走ってた時にエレクトリカルまでしか行けてなくて、エレクトリカル前の通路までしか行けてなくて、センターの時系列とちょっとずれるなと思ったんで、センターのセルフが一応ありえるかなって思ったんで、今回ちょっと話させていただきました。じゃあセンターさんとアザフさんは同時スタートしたとなんですか？いや、僕センターもっと先に見てて、カフェテリアで閉じ込められた時にカフェテリアの下からセンターが上に行くのは見てるんですよ。センターって上回りだったよね、確かね。下回りです。ストレージでなってるから。じゃあ先端さんはキルフラッシュを見たって嘘をついてセキュリティってこれしてるってことですか？そうです。その説が一応あるかなと思ったんで、一応ちょっと共有しとこうかなと思って。もうそれ動画じゃん。見間違いにいいかな。じゃあ僕アドミン見てたんですけど、21みたいなのなってなかったですね。僕大津解除してすぐアドミン見たときは、多分まだセキュリティに先端さんがついてないとき、多分。でずっと1だったみたいな感じで、そう、じゃあ1だったんでセルフはないと思って、あ、時間的にだから僕たどり着いて即レポートだから、それを証明してくれるのは、はい、多分アルトさんとオラフ君とかかな、多分時間の説明してくれるのは、はい、出て行ってるのは見ても、畑迫さんがだからそれを見てエレクトリカルまでたどり着いてる時間、僕はキルしてその場でレポートせずに、アドミンからエレクトリカル前まで行く時間が経過しているっていうのを否定してくれるのは多分2人かな。僕のアドミン情報だったら先端さんは無理です。アルトさんと同時出発してるから、僕アルトさんがもう真後ろとかにいるんだと思ってた、
ああで、その後僕あの鳴ったんで引き返したんですよね、交通側に。ああ、うんうん、じゃあ大丈夫かな。まあ一応でした。あ、はい、うん。いやこれでもガチでそのアドミン情報偽装だとしたらちょっともう動画じゃないですか。じゃあ動画かか動画か。予約、ま、さか予約予約投稿します。さすがに魚さんで落ちてると思うけど、これでやめとこう。いや上からエレクトリカル行こう。中段はありだね、隕石の白水色。ここはね、アルトさんがいて直前にオラフ君が見てくれてるんで、エレクトリカルタスクをします。ここは向こう近いし、白水色黒。はいはい、トの字上です。カフェのちょうど下ぐらいです。カフェの下、カフェの下、カフェの下、カフェの真下ぐらいです。アドミンに入る前の通路のトの字の上のところですね。だとし、なあでも切るタイミングがわかんないですよ。オラフ君は無理かな、僕して。リアクター2回とも、リアクター付近いたから。はい。でも、キルタイミングがいつかわからない。多分鳴った直後ぐらいだと思います。しょぼすけさん、行動順言ってもらっていいですか。僕は、まず、アッパー行って、ロワー、あ、1回、リアクター直してます。1回目のリアクター、僕上直してます。で、あとは左回り、半時計回りで、ストレージ、シールドっていう感じでタスクをこなしてました。エレクトリカのタスクもやってます。それは、青と、赤と。黒と赤、黒と赤が見てますね。うん、はい。いました、いました。正式にリアクター、1回目のリアクターを直した後、まっすぐアドミン、ちょっとだけ確認してから楽しく通ってるんで、ちょっとその時は下やりませんでした。その後、O2 で高田さんと合流して、ナビゲーションタスクも一緒にやってます。高田さんは無理ってことですか、サチキン3名線。そうですね。お互いですか。僕、高田さんもそうです。サチキンは、いや、まあ、わかんない。俺しても分かんない。ああ、そっかそっか、その時やってるから。サチキン目線は高田さんは絶対無理です。僕がすれ違った時は、エレクトリカルに赤と黒がいて、あと、ストレージの右下にオラフさんがいて、そのままコミュニケーションを通ってシールドに行きました。あ、オラフ君そこまで行ってんのか。じゃあごめん、撤回します、白っていうのは。僕してなんかオラフさんは上がってキルしてまた下るっていうキルができると思うので、僕してオラフさんちょっと怪しいかな。エレクトリカの前で先端さんと合ってるのでリアクターになった、リアクターになったタイミング右下から、左の方に抜ける人を見かけています、はい、それが多分オラフ君です。はい、でカフェ行ってエレクトリカの前で先端さんと会うっていうのは時間結構かかってるんで無理だと思うんですよね。見れます、まあ、オラフ君に入りました。手のひら返し、うん、オーマイガー、ごめん、東京できなかったです、僕。タチキンさん、オラフ君、ショボスケさんか。魚さんの白を追うんだったら、あれだけど、どうしていいかな。バルトさんでもちょっと、わかんないか。バルトさんもそっち行ってるのか。この字の下のところで見つけました。アドミン前の通路です。僕、オラクさんとほぼ同時に見つけたので、
僕視点だとオラフさんは絶対にキルしてません。はい、高田さんは難しい。俺は無理じゃないと。うん、無理だと思う。私は、あ、僕直前見てます。先端ストレージが閉まったタイミングでアルト先端がストレージの中にいました。で、先端は下に降りていったのを確認してるんだけれど、上で死んでるんですよね。じゃあぐるって回ってるんだね。ストレージの右端で高田さんとアルトがすれ違ってます。意外に絞れないのかこれ。なので高田さん目線だと俺ができる。いやできない。え、あ、アルトさんできないでしょ多分。あ、分かんない。いや分かんない。そう、戻ったらできんのか。戻ったらできるけど、ストレージの中で死んでました。しょぼすけさん、え、ストレージと本当間です。ストレージとトノシの間ぐらいです。あ、じゃあ高田さん目線だと俺難しいの分かると思う。むずい、まあ、かなりむずい。戻らないとできないけど、無理です。扉の、ま、真上ぐらいです。扉の真上ぐらいで僕は高田さんがもう左下の方に抜けていってるのを見てるので、それもない。え、オラフ君視点ってしょぼすけさん 100% 無理。オーツ結構早いタイミングになれましたよね。うん、だったらキルクールタイム開けてないんで、初手カフェのトノジでやって O2 側にしょぼすけさん来てたんで、それやったら多分初手キルはできないと思うんで。僕しても同じこと言います。オラフサムリだと思います。キルクールタイム的にアドミン側はザチキンさんが直してくださったのを見て私いなくなったんですけども、ザチキンはカードスキャン永遠に、手間取った後アドミン直してまたカードスキャンやってます。ごめんなさい。これサントスさんは一応最初グレーじゃないですか。だからサントスさんの話聞きたいですね。はい、アドミンで、アップロードやりました。その後 O2 が鳴ったので、右やろうと思ったらザシキンさんがやってくれたので、回ろうとして、終わったので最後アッパーまで行ってます。でアッパーに行くまでの間、私を見た人はいないので、アルトさんとサントさんはどっちが先出たんですか。アドミンからサントス、サントスが先。アルトはアドミンに寄ってないです。そう、アルトさんと見合ってないから、そもそも僕サントスさん入れました。僕ザチキンさん入れました。私はボタンないです、先端ごめんなさい勘違いでした僕の。ああそういうことか。いやまあ僕がそもそも勘違いしてるから、キルのタイミングを。ああ、いや、そういうことなのかな。そうそうそう、多分はい、チラッて入ったでもう一回戻ってキルしたんですかね、犯人は多分。なるほど、そういうことか。いやー、でもそれやれたらマジで動画化ですねいやすごい、タスクで勝てるな。はい、しょぼすけさんに、はい、誰キルだったっけな、誰キルの勇気か忘れちゃったけど、サントスさんリアクターにいたんですよ。はい、これの1個前のキル、先端の前のキル、ハタサコか。色合ってる人いるのかな。はい、うん、だから、まあ、ここかなり難しいと思っていて、サントスさん弾いてるんですよ、僕。はいはいはい。はい、で、残り1色だと考えて、高田さんが本当に難しいと思っていて、右から入ってきて、下に行きましたよね、高田さん。俺は、エレクトリカル側の方に抜けてる、下の方通って、ね、なんか向こうの方に走ってますよね。そうですよね、うん、右手のはコミュニケーションのことですか。コミュニケーション側から入ってきたんですよ、高田さんが。そうで、その時はセンターストレージ内にいるんですよ。じゃあその時センターストレージ内にいるんですよ。はい、一緒に僕入ってるんで、センターとストレージに。でそこで閉まって、で扉の前で高田さんが右から入ってきて、僕が右に抜けてるんですよ。多分そのタイミングでセンターは上に上がってるはずなんで。上上がってる。え、アルトさん目線誰ですか。ザチキンさん。素晴らしい。アガラさんって、ストレージ上には上がってないんですか。どういうルートとは。どういうルートで右に行ったんですか。僕見てないんですよ、アガラさんが上ポンに行ったの。いや違う違う違う、コミュニケーションのところですよ。コミュニケーション、あ、いや、まあまあいいや、うん、直前の話だけでいいから、コミュニケーションとストレージのところの扉が閉まって、扉越しにストレージ側にアルトさん、アルトと先端がいて、はいはいはい、アルトがコミュニケーション側に抜けるで、そのタイミングで先端はアドミン側に歩行を始めて、俺は扉が開いた瞬間に下側に一瞬行っているのを多分アルトさんは絶対見てるの、ね、見てる見てる。で仮に俺が上側にキビスを返して上に行った場合は、キルの場合距離感と、あとキルした場合は多分直前のキルだったらしょぼすけさんに視認されてる、血しぶき飛ぶぐらいまで。そうそう、それを言ってないから僕は高田さんじゃないと思ってる。生きてる先端さんは見てるんですね。
見てる。じゃあ、サントス。けど、どこい、どう、で、まあ、僕はその前のハタサコキルでサントスさんを弾いてるから、だから無理だよな。その理論だとやっぱアルトもできないの。いや、4勝になってくるんで。まあ、タスクで。ね、いけそうだけど。つらなめたら無理にね。面白い表の書き方でしたね。ねえ、いいですね。あ、終わった。終わった。お？お？お？まだある。あるぞ、これは。あるな。あら。はい、アドミン側の直すところでオラフさんと一緒に発見しました。そっちに入っていく白と茶色が一緒に直しに行くのを見て、一個に直らず、っていうので戻ってきて発見なので、私視点はザチキンさんで確定です。で、私がやってないのはオラフさんが証明してくれるかな。素晴らしい。いや、アドミンでやってカフェで合流してアドミン。あ、そうかそうかそうか、それできるのか。だからオラフさん、僕の視点だと片底キルがサントスさんできない。そういったザシキンさんが見てるはずだから。ハタサコさん切るってどれ？ハタサコさんはオラフくんが右下のカフェストレージのゴミ捨てをやって左に逃げるタイミングでこの字で死んでる。その字で死んでるんですよ。その字の上でサントスさんリアクターにいたのを確認してるので絶対無理だと思ってます。あってなったらザシキンさんです。無作者してやりました。ああ、オッケー。もう無理だと思って。もう無理だと思って記念キルをさせていただきました。いや結構ギリギリは僕今言っておっしゃらなかったわからなかったっす、まあ、さっきも2-2でスプリットしたんで、なんかエレクトリカル初日のキルワンチャンサントスさんもあるかなと思ってなんか2ロングステップも追ってましただから初日はめちゃめちゃあったんですけど、はい、その後のキルスピードとそうそうハタサコさんの時に絶対無理だなと思って、うん、サントスさんが一人で来ればまだワンチャンあったのかもしれませんが一人で来ました下がアドミンの下でそれを見てましたもう無理ですありがとう皆さん頑張った私は死にますさようならありがとうザチキンいやさようならザチキンアルトさんいなかったら私がだいぶ怪しいっちゃったんでアルトさんの城ピエよかったよかったいやーよかったごめんザチキンさんごめんなさいいや殺されに行ってよかった殺意プンプンだったもんなあそこで立ってる時いやでもあれなんか私いや私が言って肉壁になるのが一番良かったなと思いましたね後にまあそうですねジョボスケさんに言ってもらった方がいいと思ってそうかあでも僕は見てただから僕ちょっと離れて見てたんですけどいいんじゃないですか、うん、でもあそれで、まあ、ザスキンさんがジョボスケさんキルしてたら多分話が多平行線になってたからうん確かに、うん、そうですねあそこでそのセントスさん、サントスさんとサントスさん行かなくてよかったうんサントスさんとチキンさんがいると状態俺が死んじゃうとどっちがキルしたってなっちゃいますもんね絶対いやまさか扉を閉めた結果あんなことになるとストレージでうちのリスナー全員が全員も確認したけどあれ高田さんキルでしょ絶対高田さんでしょえ高田でしょってずっと言ってるけど高田さん無理でしょいやだからあれですよねだから高田剣士がやるとしたら扉が閉まっているのでその扉内で入って即キルぐらいで相手すぐにあでもそれは無理なんだ、うん、それはないとアラブさんとセンターの下にしないからってセンターの下って下にあるはずなんだよね絶対そうそうそう、うん、だから上にあるのは俺ができない、うん、あとの字の真ん中あたりで落ちていた場合は扉が閉まっていて高田剣士がキルできない状態になっちゃうからあのアルト3目線は白だよっていう証明そうそうそうあとあの時間的にって話でしょ時間的にですね左のそのなんかオブジェクトを左にぐるーっと回っていかなきゃたどり着かなきゃいけないから間に合わないって話もしくはあの壁の穴開けてこの隙間からこれできた一歩撮影なやりてー壁抜けしてあともし仮に高田さんがやってるんだったら高田さんおっしゃってましたけどあのしょぼすけさんたちが多分血しぶきなりそう何かしら見えないと、うん、見えてるはず、ね、うん、血しぶきぐらいは見えるじゃんせめて思ったより発見が早かったんでずっとスラッシュやってましたっていうじゃんあれでもうまかったでもうまかったですねうまかったですねとっさのアリバイ作りとキルのそうですね、タイミングマジでうまかった、うん、絞れないかなと思ってたんで僕目線
めちゃめちゃうまかった、ね、安定してよかったです皆さん本当に。あ確かに安定してる。私だいぶ初めのあれでローラーされる気満々だったから生きちゃったと思いながら。いやでもあそこアルトさんの発言がすごいすごかったっすね、うん、アルトさんの盤面整理がやっぱパワーを感じましたね。さあどんどん絞られてからカタサコさんのキル1だけでしたね。そうですね、初日ですね、初日だからサントさんがエレクトリカル行って、はい、誰も証明できないからローラーしていいよって言った時の話かな。そうそう、うん、ああそうか、もう殺すタイミングはねマジでわからなくて、エレクトリカル最初弁当入ったんですけど、高田健司、よし高田健司来たと思ったらオラフ君が来て、でオラフ君が離れないからなんだこいつって言いながら離れろ離れろと言って言いました。弁当のか、危な、最悪タスクやりながらタスクやってる時にキルしていこうかなと思ったけど、オラフ君が本当ねちょっと離れて位置にいるんですよ。いやいたいたいた、見ました、くっそーと思いながら